回は貯金についてお話ししたいと思います。皆さん、お金を貯めるだけが貯金と思ってるでしょ。残念。本当の貯金はですね、自分の信用だったり、自分のこう人柄だったり、自分の人徳だったり、いろんな人がこう自分に近づいてくれる貯金が実は一番重要なんです。そうするとですね、お金を蓄えたいと思わなくてもお金が蓄えてくるんです。私たちの人生っていうのは、貯金っていうのはみんなお金を蓄えることが貯金と思ってますけど、人からの信用を蓄えることによっていろいろなチャンスだったり、いろいろな仕事だったり、いろいろな分野で広がっていくんです。だからお金を貯めることばっかり考えるんじゃなくて、信用を貯めることを考えていくと、どん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 人生の幸せ、運気アップが溜まっていきます。これがですね、私いつも気がけてたんですけどね、収入があるでしょ。見て毎月こう2割こう自分の中で貢献するとか奉仕するとかするでしょ。で2割は貯金するってするでしょ。で残りの分でこう生活できるようにと思って生きていった人って経営者に多いんですよ。意外ですね、稼いだか稼いだを使う人っていうのは途中でこう税務署からやられたり、いろいろ痛みしたりしてますけど、なんか貢献することで、貯金することで、そしていろいろ残ったものがいくら稼いだとしても、地道にどんな生活になろうとも、ちゃんとまともに1日3万でもご飯でちゃんと食べていけるという発想の人はほとんどと言っていいほど経営者に多いんですけど、人格だったり人徳だったり、こう信用だったり徳だったりが貯金された人に多いんですよね。だから、あ、本当の貯金っていうのは人からどんだけ信用されるか、徳を積むか、人に尊敬されるかの貯金を蓄えた人の方が意外と長くお金持ちでいられるんだなっていうのをもう経験上言えます。私たちの年齢になるとですね、ある程度仕事もこなしてきて、ある程度お金の蓄え方も分かってきて、ある程度仕事のこう流れ段取りっていうのも分かってきて、で何をこう人に教えていくかっていうのがこれからの人生になるんですよね。で思ったら、若い子たちにこう貯金っていうのを教えるとしたら、私は間違いなくお金を蓄えなさいよ、お金を貯めなさいよとは絶対言わないです。お金はそうしてでも人のために使って、自分の人徳だったり人に施すような優しさだったり蓄えた人の方が絶対に成功しています。でそういう人の方が人からもし困った時には助けられています。いやー、人から裏切られてばっかりだったという人ほど、人から助けられていい人生に、いいこう仕事に恵まれて、いい家庭を作られています。でも逆に人を騙してこう自分だけでこう幸せになろうと思って、いろいろ自分だけの貯金をこう蓄えている人って、意外とですね、私の経験上ですよ、税務署からやられたり、いろんな人からこう騙されたり、いろんな人からこう災難されたり、やっぱね、いろいろ事故ったりとか病気したりとか、なんかお金を蓄えるっていいことはないけど、人徳だったり徳積みだったり貯金した人の方が意外とですね、幸せに生きているのは確かです。だから何を蓄えるか、何を貯金するかと思ったら、人間性を蓄えてください。じゃあねー。